い、動画をご覧いただきありがとうございます。じゃあ本日はちょっとデトマーズ使っていこうと思うんですけど、ちょっとデトマーズ見ていきましょうか。はい、ディートデトマーズですね。能力自体はですね、9位が、まあ、94といったとこですね。あとは、まあ、そんな高くはないとこにはなってくるんですけど、球種ですね、球種がもうストレート、進化ともに150キロと、でカーブが118キロあるんで、あとスライダー、チェンジアップもあるんで、まあ、球種も豊富ですしね、ちょっとね、試していけたらなというふうに思ってます。で、もちろんね、デトマーズ使うからには、ノーヒットノーラン目指してやっていきたいと思うんですけど、まあ、万が一、抑えれなかった、ピンチを迎えた、もうダメだなってなった時は、同じエンゼルスの、ジミー・ハーゲットを使っていこうと思います。なので、まあ、もちろん、デトマーズのノーヒットノーランを狙いつつ、無理だったら、ジミー・ハーゲットを使う形でやっていこうと思います。はい、じゃあ早速試合の方やっていきましょう。さあ行きましょうか。僕ら後攻めですね、相手が先行で、さあ行きましょう。リードデトマーズ、相手結構強そうやな。しかしさあ、ノーヒッターのちょっと意地見せましょうか。じゃあはい行きましょう、プレイボール。じゃあまずシンカーから行きましょうか。とりあえずここでさあ、タティスやな、アウトハイにシンカーですね。はい、うん、やっぱ見るわな。さあ、ノーワンで、進化もう一度こっちに低めに行きますね。手出してくれて嬉しいけどな、見るかな。やっぱあ見るわね。さあノーストライクツーボールといったところでカーブ持っておきましょうか。はい、こっちちょっと真ん中から曲がってくる内側にポップフライ上げてほしい。 OK、 そう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 、キャッチフライペレス、はい OK、 ワンアウト、いいですね。 OKOK、危ない、ノーストライクツーボールからこのね、打たせたのはでかいですね。さあ、バッター大谷さんといったところでシンカーからいきましょうか。こっちにいいよ、同僚対決ですね。頼むよ、ノーヒッターデトマーズ。 OK、 いいよ、ナイスボール。いいね、もうノーヒッター やりたいよね、どうせやったらね。やっちゃうんじゃないのこの試合で、いきなり1試合目からデトマーズやっちゃいましたみたいな。でもう一応カーブ行きましょうか。こっちにしようか、追いかけていくカーブで、まあ、見逃すかな。はい、あー、 OK、 そしたら、チェンジアップ行きますね。こっちに意外とこの辺手出すんでね。はい、行きましょう。ここでねちょっと手出してほしいとこやけど、うん、 OK、 ナイスボール。 OK、 2ストライク2ボールときたら、進化こっちに行きましょうか。外れるぐらいで手出して、センターフライとかどうよ。あ、見るね。じゃあカーブっすね。ここでもう一度内側にでポップフライ上げる感じで、オッケーです。もういいっすね、デトマーズ。オッケーオッケー、ノーヒッターのカーブはやっぱすごいな。ノーヒットノーラン最後の球はカーブでしたもんね。オッケー、さあオッケー、ナイスボール。はい、こっち、さあアウトハイ、逃げていくシンカーですね。あ、見てくるな。さあノーツー、じゃあカーブもう一回いきましょうか。こっちにやっぱすぐにはアジャストできないっしょ。はい、カーブ、あー、ナイスボール。結構曲がってるんでしょうねこのカーブが。いいね。じゃあインハイに進化いきましょうか。これはもう見逃すんじゃない、ドン、うん、 OK。 さあツーエンドツーときたら、もう一応カーブでこっちに行きましょうか。もうギリチョン外れるぐらいでいいよこれでね。三振取れたらでかいけどね。あー、 OK、 詰まらした。いいね、デトマーズ。 OK、 三者凡退、いいっすね、デトマーズ。ナイスナイス、さすがノーヒッターやな。 OK、 OK。 じゃあ援護点上げましょうか、打者陣で。さあこの回も行きましょうか。ノーヒットノーランってこれ高校でもいけんのかな。ちなみに無理か、まあ、カーブから行きましょうか。とりあえずこれノーヒットに抑えてさよならにしたらノーヒットノーランってことかな。野球部やけど野球のルールがもう分からへんねんな俺。さあ OKOK、じゃあ進化行きましょうか。こっちにいいよ、もうカーブでどんどん抑えてるからね今デトマーズ。見てるな。さあワンエンドワン、進化いきましょうか。こっちに手出してくれたらいいけどね。はい、ナイスボール、いいね。ときたらもうカーブでしょう。こっちに
結構曲がるよなこのカーブな。さあ行こう、ドン。ああ、いいね、打ち取ってるね。はい、オッケー、ナイスサード、ワンアウト。レンドンが抑えましたね。オッケーオッケー、ワンアウト。さあバッタートラウト、こっちも同僚対決やな。じゃあ、ストレートとりあえずこっちに。もうキワッキワでいいよ、キワッキワで、ボール球でいいから。ほい、ナイスボール、いいね。これは手出ないでしょう。したらシンカー行きましょうか。こっちにインロー張ってる、カーブに逆に速い球、インローに。ナイスボール、いいねいいね。そしたらもうここはボール球でいいですよ、こっちに。これはねヒットならんでしょ、打たれても。てか振らんな。オッケー、さあ2エンド1。じゃあカーブやね多分、こっちで。これでもね三振でしょう。ああ、いいピッチ、いいね。デトマーズマジで最高やな、ほんま。オッケーオッケー、いいよ、マジノーヒットノーラン行くんじゃないこれ。さあじゃあ進化、こっちに。あ、やばい、まあまあ抑えよう、とりあえずボール球で。なあ、オッケーオッケー。もう結構緑の枠がちっちゃいからな。カーブ行きましょうか。あ、もうきついな。これもう一発あるぞ。打たれる可能性あるぞ。あ、オッケー。おー、抑えた。いいね、デトマーズ。完璧ですやん。はい、行くぞ。オッケー、ナイスバッティング。よしよしよし、ゴールドシュミット。ミートでいいからね。オッケー、ナイスバッティング。センター前でしょ。オッケー、オッケー。いいっすね。バッター、レンドン。あのね、ノーヒットノーラン決めた試合で、実はレンドンが、左でホームラン打ってるんですよ。そう、左でねパコーンってホームラン打ってるんで、レンドンが。この試合もレンドンのホームランで決めたら筋書き通りやけどな。オッケー、パワー1900超えてるしね。いいよ、行ったれ。いや、さあワンストライクツーボール。いいよ、レンドンホームランって決めちゃっていいよ、ホームランで。打ったれ、レンドン。オッケーオッケー。さあバッター、アルバレス。調子悪いですね、1割2分5厘。まあいいか、そのまま行こうか。アルバレスチャンスに強いアルバレスやからね。オッケー、落ちたんじゃない、落ちひん。まあボールダメやしな。ノーヒットノーラン壊すぞマジで、頼むぞペレス、打ってくれ。もうワンヒットで帰ってこれるからさ、ランナーは。はい、僕ら高校ですね、相手ヒューストンアストロズですね。オッケー、うわデトマーズ調子悪いな。いやごめん、さっきのあれでやっぱねノーヒットランチャンスやったよね。さあこの回目指していきましょうか。早速レジェンドがいてか、いきましょう。さあさあさあ、勝ちに行くぞデトマーズ。ノーヒットラン目指していこう。オッケー、いいね、ファースト。はい、オッケー、ワンアウト。オッケーです、オッケーです。いいよいいよ、調子悪いながらいいよ、ナイスピッチング。さあこのね、この試合こそノーヒットノーラン目指しましょう。じゃカーブいきましょうか、こっちに。これね、2人目も初球で切ったらでかいけどね。ナイスボール、オッケー、いいよいいよ。このカーブをね意識づけするのがやっぱでかいんで、でシンカーいきましょうか。あ、ミスったな、これちょっと外れてほしいな。あ、オッケー、助かった。2ストライクノーボール。したらもう一度シンカーいきましょうか。じゃあこっちに、これでもう変に手出して内野フライとか打ち上げてほしい。あ、オッケーオッケー。進化、こっちに行きましょうか。ストライク並んでいいよ、もうボール球でね振らすような感じで。オッケー、はい、キャッチ。オッケー、ツーアウト。オッケー、いいっすねデトマーズ。いいよいいよ、ノーヒッターやっちゃおうぜ。そしたら今ちょっと進化ある程度見せてきたんで、カーブインローにこれを早く振っちゃって内野フライって形でいきたい。ゴー、ナイスボール、オッケーいいっすね。したら、ストレート、こっちに行きましょうか。ボール球でいいからね。これを、引っ掛けさせてサードゴロとか。あ、やばい、これはやばい。ライト追いつく、ジャッジ。